こんばんは今日も光ってる気がする光ってるこんばんは、うんちょっといいか 千葉ミキヤさん、ありがとうありがとう。ちゃんと見つけたよ今日。こんばんは。だだださん、お疲れありがとう。 ゆうへいさんお疲れありがとう見つけた一番後ろから応援してましたありがとう嬉しいなんか今日は立ってる人もいていっぱいいたエイティ六さんありがとうゆういちくんお疲れりかちゃんかわいいありがとう なんか目に入ってる気がする目が痛いれいかちゃん可愛すぎた本当に嬉しいやったーなおきさん可愛い,いありがとう じゃあ見つけててくれてえー、よかったどの,どのやつだろう H パパさんお疲れありがとう。DMM で見ましたどうだった目をしてくれてえー、なんかね思ってる人と一緒かわかんないどこにいました真ん中の3列目ぐらい え、めっちゃ見てくれてた最初レイカのペンライトでダンスさんお疲れありがとうカピバラミキアくんかわいいありがとうデイビッドさんバラ10個ありがとう DMM いっぱい映ってた本当 DMM 確認するねまた6体なんか久しぶりだったちょっとでもね本当にねもう体力がなくてもう本,当に本当に本当に本当に眠たいもん今 眠たいしもうお腹空すいたしでも赤ちゃん今欲求が眠いとお腹空すいたしかないヴバラミキア君ハート100個ありがとうもうね今日ねちょっと待って目が痛い何が入ってるなんで目が痛いんだって なんかメイクのやつとか入ったのかなラメとかダンスのキレ上がったほんと逸さんかわいいありがとうもうね今日はね待って目が痛い <laughs> 今日はねトールさんハートありがとう朝からツアーのレッスンがあってもう終わったから言えるけど そう、もうそれでもう疲れちゃった <laughs> もうツアーのレッスンで疲れちゃったのなんかねあのアンコールブロックをレさん100個ありがとうおめめね大丈夫じゃんなんか痛い右目なんか入ってるなんか痛いそうアンコールブロックを通したのねというかなんかめっちゃ怒られて今日なんかレイほんとに怒られて なんかもうメンタルっていうかなんか気持ちがめっちゃ沈んじゃって、まあ、自分が悪いけどなんか今日はそう午前中にすごいなんかいつもできてるのになんかいつもできてるのにできなくなっちゃってたところがあって一箇所でも分かってるの間違えたこともないの本番で <laughs> だけどなんかたまたまそのレッスンでそのやってた時にたまたま一回間違えたのをなんか 違う「レイカ」とかとは言われてないけど常板さんありがとうタコ嬉しい2つタールさんありがとう花束武蔵野さんお疲れありがとうゆいちくんかわいいニコありがとうえそうそれでねでもだけどなんかその後もできなくなっちゃったのなんか一回「ここ違う」って言われたらなんかもうけわかんなくなっちゃっていつもできてたのにできなくなっちゃってなんかもうやだってなって。 でなんかその後もなんかもうあと冷房が寒すぎてメンタルが死にましたもう本当に寒いのもう本当に寒すぎて寒すぎて寒すぎて寒かったなんか麗カ長袖のパーカー着てたんだけどそれでも寒くてでも寒くて寒くて寒くて寒かったんですよ <laughs> で寒くて元気なくなってもうダメだってなったんです ででなんかもうヘトヘトト <laughs> 通したんだけどあれをあのー、最終ブロックを通したんですけど最終ブロックアンコールブロックを通したんだけどそれをなんか結構ガチってやったらもうなんかそれで疲れちゃってう <laughs> 体力がないほんとにそうそれで疲れちゃってでリハーサル あるのに疲れちゃって <laughs> リハーサルやって「あやばいやばい疲れちゃった」ってなってそうでも本番は大丈夫だったまあ本番はそりゃ大丈夫じゃないとダメだけど頑張れってなった自分になりました 確かに寒かったあ、エディオンも寒かったんですかエディオンさんは、もう踊ってたから全然寒い、寒いと思わなかったんだけど。むしろ暑かったけど。でも多分ね、そうだね、ファンの方は寒かったんじゃない寒いよね、絶対。アランギュさん、ポーションいっぱいありがとう。嬉しい。何個いっぱいありがとう。100個ありがとう。 よいしょえーヨッシーさん金魚三つありがとう雰囲気よく楽しかった本当よかったよかったそれは <laughs> あタワーなのこれタワーなんですかなんかリップのかけらがついてる え、ありがとう、それは。ええぞ。それは、それは。ありがとうございます。どこやったっけ、ペン。あ、ペンでもなんか何個か寿命で捨てたんだ。新しいのにしようここにある緑の衣装。ありがとう、ポーション。ポーションタワー初めてもらった。あ、書きやすい、書きやすい。 どうやって描けばいいんだろうこれ。超描きやすい新しいから。ミキアくんも一個ありがとう。 ありがとうランゲさんとおるさんちやまご一つありがとうランゲさんありがとう回復ありがとうちょっ一番前だったよねすごいと思った めっちゃ一番えでもねめっちゃ嫌だったなんかうちはれいカじゃなかったもんなんかめっちゃムカついた <laughs> めっちゃ嫌だったからもうあのうちは持ってこないでくださいめちゃくちゃ嫌なのであれ <laughs> 今日も今日でて一番大好きでしたえなんか一番っていうのも嫌だもう嫌だ,もう嫌,だもう嫌いです <laughs> ありがとう嘘だよ嫌いじゃないよえでも本当にあのうちはもう一生持ってこないでください捨ててください えれいかじゃなかったもんだってなんか最初れいかじゃなくてなんでと思った <laughs> にぼしちゃんクマ、ま」ありがとう嬉しいあれだあのゲームのクマちゃんありがとうありがとうこれは気になるんけ え、なんか、麗華じゃなくて、レカリカとか、レカリンコっちって書いてあってあ、もう嫌だと思った。えホタテ様って、めっちゃ麗華のこと褒めてくれてた。田口さん、可愛い,いのになんで見つからないのみたいな。嬉しかった。ありがとう。<laughs> ありがとう、褒めてくれて。そう。嫌だと思った、めっちゃ。ふふ。 でも嬉しかったありがとう来てくれてでも今日はいっぱいうちは見つけたあとねなんかレイカのうちわ持ってない方ともチェアって目合って嬉しかったよウ <laughs> 今日はねディフェンスがうまくいったかなって思ったなんか体力がなくてもうヘッドヘッドだったけど ディフェンスがうまくいったかもしれないなんかいつもよりうまくいったペンライトだけえでもえどど,どれだろうピンクのペンライトには全部ピンクのペンライトは見たと思う全部えかちゃんちょっと勉強してた何してたの 黄色に赤文字のうちはあったよあった前から3番目ぐらい見た見た帽子かぶってたでしょディフェンス良かったほんとカりか嫌だもん麗華だけでいいじゃんだって <laughs> ピンクかぶりはユナユナですでもまあ別にさダメじゃないじゃんユナ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 のファンの方だったとしても別に 途中ピンク振りましたえ最初の方ピンク振ってたくないえ違うかななんかさお話し会来てくださったことない方はまだ顔がわからないんですよねだからちょっとこの方っていうさ確信が持てないけどえ なんかと最初の方ピンクだったくないで最後サーヤンの色にしてた違う分からんポジションポジションかポジションはねそうでも結構さタムとも近かったから結構わかるんじゃないありがとう見てくれてたのじゃあ捨ててくださいもうあれはいらない <laughs> 黄色赤文字のうちは3列目でえ当たりじゃん3列目止まんのかめっちゃ見てくれてたでしょだけど最後赤と黄色に戻してたから <laughs> 挨拶の時とか、まあ、仕方ない別にターン押しじゃない方はいいよ嬉しい麗華のも振ってくれてめっちゃ見てくれたしめっちゃ目あった場所的になんか麗華右の真ん中らへんが多いんですよねあの 僕対話レイカちゃんタイム作りました本当見たよありがとう DJ に厳しくない全然えでも単押しって言ってるのになんかわざと違う子行くのは好きじゃない真ん中白かありがとうこちらこそ来てくれてすいませんえ全然嬉しかったよめちゃくちゃ 全然怒ってないよ <laughs> だってもともとサーヤのファンの方だし全然嬉しいレイカーのことも見てくれるようになった嬉しい <laughs> ちゃんと楽しです嬉しいでも DD の方がさ ST を支えてくれてるんだよ だから DD の方も偉いんだよだけど楽しって言って行くのは嫌手だけだから自分で DD ですって言ってる人は好きなんか可愛いじゃん3列目の端で見てたありがとういっぱい来てくれてる僕たい カテン優しいえう、ー、嘘ありがとう同い年嬉しいめっちゃ同い年の方いたかも初めてか逆にええかちゃんしになる本当おいでよ DD ですほら素晴らしい <laughs> ほら素晴らしいさ いディディさんが経済を回してるんだよアイドル界のだからディディも素晴らしいしレイカタンしももっと素晴らしいケンタウラさんハートありがとうメール取りました嬉しい今日はもう送れないかもあでも10時今日結構送ったっけ何個送ったかさっき二つ送ったけど公演終わってっていかレイカいいもんね めちゃくちゃ可愛い T シャツ着てるんですよ今日はありがとうこちらこそありがとう初めて着せ生の違うかスベッターさんありがとう新しいいかちゃんの人と友達になったえー、誰だろうすごいいいね平和な世界 加藤さんバラ10個ありがとうもうちょ、あでも見せたらなんか <laughs> <laughs> ゆいちくん金魚2つありがとう嬉しいピンクのペンライト売ってくれたの初めて僕タ隊見た初めてかやっぱりえー、見つけたよちゃんと、うん、最初分かんなかった誰だろうって思った誰だろう <laughs> 誰だろうって思ったけど 分かったよちゃんとあっちだね、うんと下手違う上手か下手と上手ってさ分かんなくなるよねきょうちゃんタワーありがとううれしいなんでありがとううれしいきょうちゃんめっちゃかわいいやつだこのタワーいつまであるんだろう なかすいたなクマありがとうあオランゲさんさっきもくれたのになんでありがとうえー、そんな無理しなくてありがとう嬉しいでもめっちゃありがとうキょうちゃんありがとう ありがとう。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 今日 DMM 見てくれたありがとう。ああ、瀬戸目、え、瀬戸目ね、なんか宣伝してくれてたよね。ありがとう。見たよ、ツイッターありがとうね。 イケア君ト尊いありがとうともさんありがとう金魚十個アランゲさんありがとう可愛か,かった本当嬉しいえなんかさ一個悩みがある悩みっていうかさ タワーお城かけないんだよねどうやってかこうかなこのプリンかこうオランィさんのこのプリンなんかさマスクしてるじゃんファンの方がだからなんかあんまり笑ってるのかとか分からなくて公演中なんか楽しんでくれてるのかなって思うめっちゃなんかなんか目が 思ってあってたら笑ってるのかなってなるけどなんかどういう感情で見てるのかわかんないんだよねファンの方がなんか問い目してる人もいるけど 家賃もちゃいました、本当に。あ、で分かった、なんか、なんか、わってくれてるなって思った。あ、拍手も嬉しい、ペンライト振ってくれたり。ありがとう、プリンちゃん。もう、あのうちわは持ってきちゃだめですよ、本当にありがとう。楽しんでくれましたか。 公園僕隊どうだったありがとうパチパチパチねえマスクだと難しいよねマスクの時から叫んでる嬉しいでも今日全然ね位置違ったねビンゴの時見ようと思ったけどなんか見えなかったちょうどメンバーいて左手のとか。 そうディフェンスね、今日なんかうまくいけたと思った、自分でも。だけど、特にわかんない。自分でってだけ。でもなんかね、なんか間違えちゃうんだよね。何だったかな忘れたけど。なんか間違え。まあ、一回は絶対間違えちゃう、公演中。絶対間違える。なんかで、僕隊もだし、リトちゃんもだし、ツアーもだし。完璧に一回間違えなかった公演って、入ってから一回もないかもしれない。どうだろう、一回ぐらいあるけど、多分 一回ぐらいはあるけどほとんどないどっかしらなんかどんなに練習したやつでも絶対間違えちゃうなんかもう無意識に間違えちゃう <laughs> よくないけどまあでもそれはさごまかすさスキルも大事だよねなんかうまくごまかすそんなさ間違いまくったらよくないけど振り覚えてないとこは論外だけどなんかさあどうしてもさ本番でテンション上がったりすると一箇所間違えちゃったりするじゃん それを間違えたって、間違えたってならない感じにするのも大事だよね。ゆういちくんハートありがとう。嬉しい。だかわからんのわからんかなわからんかな結構わかりそう。わ、うん、かんないけど。振り忘れることか。振り、練習してたらそんなないけど、でもなんか、 普通に飛ぶこともある。飛ぶことは、なんか頭がましなんか、あれってなる。え、前のツアー、最近の香川のツアーのお昼の、ケンタ太浦さん、誰もありがとう、へいさん、尊い、なんかいっぱい来た、急に。ありがとう、みきやくん、はと。岩温さん、ハートありがとう。なんか、ツアーのその、午前中の香川のやつは、真夏のサンジュグッドのサビが全部飛んで、 なんかもう訳わ分わかんなくなっちゃってもう何も分かんなくなっちゃったしかも一番前だったからちょうど前の人ちら見せるとかもできなくてあれはねダメだったケンタールさん誰も百100個イワホンさんハート100個ありがとう難しいよねう難しいわ <laughs> 泣いてないよどこをどう見たら泣いてるの泣いてないよ ゆういちさんかわいい2つありがとうかわいさえんかなるよほんとに <laughs> ならないよアランゲさんかわいいありがとう,うほんとにね体力がなくてヘロヘロになっちゃうもうほんとに疲れたってなっちゃうカピバラミキヤ君ありがとうバラじゃない花束 ありがとうございますそうあとさっきもなんかコメントあったけどあのなんか9月5日のねイベントに出させていただくことになったんですよでもそれがメールで言ったらしいことだったんだけどだか昨日連絡来てなんか全員で出るんだと思ってたもんねレイえだけど今日なんかレッスン上でなんか6人って知ってえー、嬉しいと思ったえ全然全員がとかじゃなくてねあの全員でも嬉しいけど なんか6人とかので麗か選ばれたことなかったからっていう意味で嬉しかったなんでだろうなんでだろうと思ってなんかみんな他のお仕事あるのかななんか素直にさ <laughs> なんでだろうと思って誰かの代わりなのかなダースさんファイトありがとうえでも嬉しいなんか誰かの代わりだとしても嬉しい 行きます本当東京来るの東京来てくれるのえでもなんか気をつけてね本当にコロナ今やばいからなんかレャクが言うレャクが言う話でもないけどさなんかやばくないなんか全然減らないじゃんと思ってイライラしちゃうよね本当に早くコロナさん消えてよって思うコロナさんが消えたらさみんなにもっと会いに行けるの、ね、よ って思うよ、ね、もうチケット買ったら嬉しいあそっか東京だもんね東京だもんねっていう関東だもんねえ東京のおやつ食べたいんだけど食べたいんだけどもうお腹空いた でもお腹すいた。今夜ごはん11時ぐらいになっちゃう。え、かね、夜ごはん食べる前にお風呂に入りたい人なんですよ。夜ごはん食べてしまったらもう動けないからお風呂入れないのレえ、か。でもお風呂入らないと寝ちゃダメじゃん、さすがに。え、だからお風呂に先に入らなきゃいけない。でもお腹すいた。ダーさん、ハト100ありがとう。え、東京バナナはまあまあ好き。好き。普通に好き。普通に好きだけど。でも、んか、東京で行きたいお店いっぱいあるんだよね。 東京はね、欲しいお,あおやついっぱいある。お土産。もうなんかね、なんだろうな。いっぱいある。出てこないけど。うん、いっぱいある。いっぱいあります。いっぱいあるんだよね。名古屋寄りたいな。え、名古屋、でも名古屋でもお,おすすめのお土産は、なんだろうな。うん、わからない。 えーでもとりあえず小豆ずがおいしいあんこお土産よろしく東京のお土産って何があるんだろういっぱいあるけどまあまあ好きになってもらえるようになので逆だよレイカが好きになってほしいレイカは好きだよお風呂入りながらご飯レイカシャワー派なんですよねもう一人暮らししてからお湯入れるのめんどくさい でもお湯入れた方が疲れを取れるのは分かってるんだけどね赤服聞いたことあるうなぎっぱおい美味しいよ名古屋じゃないけど静岡か。 うん、瀬戸宗、ね、聞けました。あれか聞けてない。ていうか、ラジコさ、課金してないから自分。聞けないんだよね、普通に。でも,も、おばあちゃんがね、兵庫で聞いてくれた。らしくて、LINE が来た。おばあちゃんに、レイカさんはいつも可愛いね、みたいな演ってか、おばあちゃんが可愛いなって思った。会いたいのに会えない。もうずっと3、4年ぐらい会ってない。3年は会ってないな。乗ったかも。いや、3年会ってない。 もう早く会いに行きたいから会いに行きたいな。聞いた本当どうだった直樹さん、ハート。100ありがとう。どうだったレイカ聞いてないんですよ。でも一生聞けないよね、多分レイカ課金しないと。いくらなんですかあれ月。月いくらなんですかそう、兵庫のばあちゃんは知ってるアイドル知ってるの。 でも岡山のばあちゃんは知らないあ、300円じゃあま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 あって感じ <laughs> まあ払えなくないよね声がイケボだった本当に初めて言われたケンタールさんかわいいありがとうえ、安いんだよねだってさそれでさ瀬戸宗以外も聞けるって思ったら安いよね じゃない中のさ中のラジオとかも聞けなんか芸人さんのラジオが面白いらしい全然一個も知らないけどねえそう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 確かにチリパー聞けるねチリパーはでも聞けるよね広島でも聞きやすかった嘘 かか喋な,んかかなんかねなんか声がパサパサになるんですよ口が <laughs> 一人で喋ってるとなんか今はならないけどラジオってなるとなんかね口が分かんなくなるなんかしゃ口が分かんなくなるんですんありがとう嬉しい水槽ありがとうラジコ まあみんな聞いてください。300円課金して。<laughs> 300円でレイカだけじゃなくて、他の、あのー、兵庫メンバーさんのも聞けるので。来週はあいこじです。また取らなきゃ。再来週の分を早く。早く取らなきゃ。早く取らなきゃ。忘れそう。あれもしなきゃ。セトラブの更新もしなきゃ。明日でいいや。 トラブはなんか今日やろうと思ったけどなんか今日だと俺が前月曜日にもやっちゃったからちょっとスパンが短いかなと思ってまだ前の投稿いいね99になってなくてちょっとあれなんで明日投稿しようかなと思いますなんか土日でもいいんだけど土日だとツアーがあるからそっちでなんかいっぱいいっぱいかなと思って明日は明日も予定あるけどそんな。 夜までとかじゃな夜中までじゃないので今日も別にまだ夜中ではないけどそう瀬戸ね次は次の次の木曜日ですまだ撮ってもないんだけどねまだ撮ってもないので今から今から うん月曜日に撮ろうかなえ、どうしようかなでもなんか提出が火曜日だった気がするからなんかギリギリになったらうんーでも今日はもう無理明日撮ろうかなでも明日もねレッスンあるんですようんずアー投げてなかったのもう無理なのかでも12日があるから12日で12日12日待ってるよ それお家で撮るんですよ自分でんから何回でも撮り直せるけど一回間違えると思う最後の方で間違えたもう悟り開いちゃうよねこんばんは初見さんえ、神戸行きたい神戸行きたい一回しか行ったことないよ 徳島と兵庫は来られる方いますか今週だけど。え、もうあさってじゃん。やば。え、もう本当にもうなんか、スーパーサイヤ人になりたい。あさってしあさってだけ。え、本当に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 、アスリートの体力が欲しい。なんか、なんだろう。スーパーアスロンみ、なんだっけ。何アスロンだっけ。何アスロンだっけ。 兵庫昼行く兵庫夜行く徳島徳島の夜徳島の夜兵庫昼。兵庫行くトライアスロンだトライアスロン思い出したトライアスロンの選手になりたい。明日、明後日だけ。トライアスロン。スーパーサイヤ人。そうなりたいトライアスロンの選手みたいな。体力が欲しいな。徳島昼兵庫昼兵庫昼 もう教えちゃった。今聞いたけど、またメールの返信で教えてください。<laughs> メールの返信かハ変身タグったことで、あって、まあ、聞くので、メールで。メールで聞いたときにメールの返信だったら教えてほしいな。でも、ハッシュタグ,タグチレイカだったら別に何でも,見る何でもいいのでん。いつでもいいので、教えてください。 え本当に体力ないレイカ絶対に2期生で一番ないと思うもう本当にねもう本当にないどうしてどうしてだレイカちゃんメールしといてでもレイカちゃんメールはメールの返信だけが嬉しいからレイカが聞くねまた明日体力落ちてきたのかななんかもうね今日さこちゃんが元気すぎてもうね若いって素晴らしいなって思ったよ て話をしてたそうさこちゃんがレイカがメイクしてたらもうこうやってまつげをこうやってやったらさこちゃんがキャッ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 って来てレイカの後ろに「ああ若いって素晴らしいね」ってなったフフ <laughs> レイカの後ろで一人でキャッキャしてて「あら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 さこたん」ってなりました「さこちゃんかわいい大好き」 サコちゃん同い年だったらいいのにサコちゃんが弟と同い年っていうのがちょっとねあれなんですよねちょっとねだってレイカ弟と同い年のことどうレベルの会話をしてるんですよ <laughs> な普通に同い年と思って接してるのレイカは普通にサコちゃん聞いてよとか言うしでもなんか弟と同い年かってなってちょっとなんかあれだよね <laughs> だって弟をレイカ別に頼りにしてないので 頼りにしててないっていっうか弟に対してさ頼るとかいう概念がないからこしただよだってこしたのさこちゃんに「もう嫌なことあったんだけど」とか言うんだけど「どうしたの?」とか言ってくれるけど逆だよね普通に考えて普通に考えて,考えて逆でなだ弟にも会いたいな弟のね9月12日誕生日なんですよ言ったけど何回か。 そう9月12日お誕生日だから15歳16歳15歳かうんまあ10時だ帰らうかなそろそろおなかすいたしお風呂入らなきゃいけないし明日も踊るしああもう頑張れ自分本当に頑張ってくれなんか体力本当に頑張ってって思う もう頑張ってよ、本当に。もう本当に、さあ、トライアスロンの選手になりたい。ケンタールさん、ありがとう。ありがとう。13位、カドさん。12位、あれ ?13 位、デイビットさん。12位、カドさん。11位、ヘリさん。10位、ジュノラニカ・ウェグレさん。9位、TM さん。8位、ユイツくん。7位、エイティラクさん。 6位、エイチパパさん5位、カピバラミキヤさん4位、ニボシちゃん3位、トモさん2位はキョウちゃん1位はルーちゃん、カランゲさんキョウちゃん、オランゲさん、タワーありがとう。ヒクマタワーと、回復タワーとお城、あしろありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。では、終わります。おなかすいた。 ありがとうございました。公演見てくださった方も、ラジオ聞いてくださった方も、ありがとうございました。では終わりたいと思います。またね。バイバーイ。おやすみー。あ、メール送れなかったおやすみメール。10時ちょっと前に終わろうと思ったけど。まあ、明日送ります。バイバイ。なんか豆がある。ありがとうございました。 はい。